しんどいよりも毎日な子供と、まあ、遊んでるので楽しいなの方が多いですね。初めて多分子供関わる人とか保育士になるって時はめっちゃ不安やと思うんですけど、多分なんか不安を吹っ飛ばしてくれるくらい子供は先生って寄ってきてくれますし、なんか、うん、子供にありがとうとか大好きやでとか言ってもらえたらなんかもう全部吹っ飛んじゃいますね。やめようと思ったことはないですね、うん、子供たちももちろん楽しんでますし、私も楽しませてもらっていると思っていつも子供たちと関わっているので、はい、とっても素敵な仕事だと思います。